大変長らくお待たせいたしました。ただいまから講談演習を開始します。講談演習では当初部における統合運用による各種作戦の様子をお伝えします。電磁波は従来から指揮通信や警戒監視などに利用されていますが、ネットワーク利用の拡大など安定的な利用がより重要になっています。自衛隊が電磁波に関する情報を収集分析し、味方部隊で共有対処することにより自衛隊の能力を効果的に発揮することが可能となるため、電磁波領域の対応は作戦に大きく影響します。講談演習では我が国の島嶼部へ侵攻を基とする敵の攻撃に対して領域横断作戦の遂行により我が国の防衛を全うする陸上自衛隊の戦い方についてご覧いただきます。はじめに統合による情報収集についてご覧いただきます。海自の哨戒機 P1、 空自のレーダーサイトや早期警戒管制機 AWACS、 陸自の沿岸監視隊などにより我が国の領海、領空とその周辺の状況について24時間体制で統合による警戒監視を実施しています。さらに必要に応じ領海侵入への対応、対領空侵犯措置など各種事態に即応できる体制も維持しています。引き続きスクリーンをご覧ください。海上自衛隊の P3C、 DP3、 航空自衛隊の AWACS、 D2C や陸上自衛隊の電気船部隊、通信情報隊および沿岸監視隊により我が国に接近する敵の航空機や艦船の動向および電波情報の収集を24時間体制で行います。続いて陸上では電子船部隊のネットワーク電子戦システムが展開しています。陸上自衛隊は海上航空自衛隊と連携しつつ平素の段階からグレーゾーン地帯にかけて電子戦部隊を広域に展開することにより我が国における電波情報などを継続的に収集し警戒監視を実施します。電子戦部隊は電磁波作戦を実施し電磁波領域での優勢を獲得します。広場手前をご覧ください。陸上自衛隊が保有するネットワーク電子戦システム通称ニュースは敵のネットワークを切断し電磁波作戦を実施できる陸上自衛隊の装備です。続いて即応展開部隊による展開の場面をご覧いただきます。黄色い旗で表示しているシトニー式地対艦誘導弾通称シトニー SSM および広場右奥に展開し、青色の旗で表示しているマルサン式中距離地対空誘導弾通称中サムは離島に事前に配置されたものです。輸送された即応機動連隊の MCV と WAPC が侵入します。右手をご覧ください。ただいま侵入してきた火砲は前段演習で紹介した1級式総理自走 155mm 榴弾砲です。この火砲は即応機動連隊の火力支援中隊を増強するため配属されたものです。このように即応機動連隊を機関とする即応制艦部隊は全国に迅速に展開することができます。島嶼部への侵攻を基とし我が国に近接する敵艦船に対しては海空自衛隊と連携しつつ地対艦誘導弾を用いて敵の脅威圏の外から攻撃することにより侵攻する艦艇を撃破します。この際対艦戦闘に並行してネットワーク電子戦システムにより一時的に通信などを無力化して敵の連携を阻止し自衛隊の火力を効果的に発揮します。また敵のミサイル攻撃に対しては情報を共有して戦闘機中距離地対空誘導弾などにより対処します。
機は進行のための船団を前進させました。統合による配管戦闘を実施します。なお三大山一帯を洋上と見立てて射撃します。広場奥に展開し赤色の旗で表示しているのは火力戦闘式統制システム、通称フックスです。フックスは陸上、海上、航空自衛隊からの射撃目標情報を収集、処理、伝達するとともに火力戦闘の指揮統制をします。広場左右両戦車座付近をご覧ください。島嶼部に展開した即応機動連隊のシトロク式機動戦闘車の各種センサー類、偵察部隊の地上レーダー装置、白色の旗で表示している対艦用の捜索標定レーダー、および中距離多目的誘導弾のレーダーなどにより接近してくる敵艦船、駐艇などの情報を収集します。 F2 が空対艦ミサイルにより敵駆逐艦を攻撃しました。右前方をご覧ください。まもなく弾着します。続いてスクリーンをご覧ください。また敵は我の SSM 発射を妨害するため巡航ミサイルを発射しました。広場右およびスクリーンをご覧ください。これに対し空自のレーダーサイト、 AWACS、E2C などの情報を陸自の対空システムで共有し中サムにより対処します。ストリー SSM は共有した情報により陣地変換をして対処します。敵部隊は損害を受けたものの部隊を上陸させてきました。即応機動連隊は収集した情報に基づき統合火力を発揮しつつ電磁領域の攻撃を実施し敵の指揮、通信機関などの重要目標を攻撃して敵の戦力を麻痺、分断し統制を失った敵を確固に撃破します。続いて地上部隊による対着上陸戦闘の場面をご覧いただきます。スクリーンをご覧ください。進行する敵は海上航空優勢を一時的にでも確保し島嶼部に部隊を着上陸させます。自衛隊は敵の上陸用駐艇には地対艦誘導弾や多目的誘導弾を、上陸した部隊に対しては中距離多目的誘導弾や機動戦闘車による射撃など保有するあらゆる火力を発揮して撃破します。この際 UAV などを活用して収集した敵の情報を各種機器統制システムに集約し標定・識別および各火器への射撃目標を適切かつ迅速に指定して火力発揮させることで効果的な火力戦闘に寄与します。また自衛隊のシステムの麻痺や通信監視能力の低下を基とするサイバー・デンジャー攻撃に対し自衛隊はサイバー防衛部隊やデンジャー作戦部隊により対応します。敵残存揚陸艦から水陸両用戦車および上陸用駐艇が発進しました。左の台をご覧ください。展開している車両は中距離多目的誘導弾、通称中多の発射装置です。ここからは確認できませんがその奥に96式多目的誘導弾、通称 MPMS が配置されています。これらの装備は数キロメートル離れた敵の装甲車両および駐艇を撃破するものです。まず射程の長い MPMS が敵水陸両用戦車に射撃します。本日はスクリーンのビデオ映像をご覧ください。96式多目的誘導弾臨機目標〇〇人敵水陸両用戦車撃て。水陸両用戦車に射撃します。敵水陸両用戦車多数確認。こちら10代連隊、表
MCV が洋上にある三大山一帯大衆で遠距離目標射撃を実施します。目標は三大山、アタドライ、敵に上陸を終点、三大
統合または共同による反撃態勢を確立し、増援部隊を上陸させて敵部隊を撃破します。まず増援部隊の上陸に先立ち、統合による情報収集を行い、島嶼部の敵部隊の位置を特定した後、各種統制システムの活用や電磁波領域における作戦のもと、統合による射撃を実施、上陸地域の敵を減災して安全化に努めます。そして水陸機動団機関の先遣部隊は、海上からは水陸両用車やボートを、空中からは輸送機やヘリを使用して、あらゆる方向から着上陸を行い、攻撃を開始します。我は即応機動連隊を援護するため、水陸機動団を上陸させます。水陸機動団機関による上陸および攻撃の場面をご覧いただきます。スクリーンをご覧ください。日米安保条約があるんですから、アメリカのあの一緒にオペレーションする。まず水陸機動団の情報部隊が海上から潜入します。水陸機動団の情報部隊は潜水、偵察ボート、ヘリからの潜入により上陸敵地に進出します。いや、国内を攻撃されたらやっぱり引き続き沿岸部に対応します。偵察中隊は上陸予定地域を逐次偵察、敵の脅威の度を確認して主力の上陸を援護します。上陸予定地域の偵察を終えた偵察中隊は、事後の戦闘行動に資するため重心地域の敵情を解明します。こちら偵察中隊、沿岸部一帯敵なし、なお青の台、赤の台一帯に敵艦艇確認、引き続き重心地域を偵察する。こちら了解。続いて水陸機動団の海上機動および空中機動に先立ち、敵に対して海上自衛隊の護衛艦、航空自衛隊の F2 の統合による射撃を行います。収集された情報に基づき、海事艦艇が水際の敵部隊に艦砲火力を、重心の敵部隊に対しては航空火力を配分します。偵察部隊が射撃艦に射撃を要求します。セルズキ、ディスイズレコ、ファイアーミッション、サービスナンバー、アルファアルファ1001、オーバー。ディスイズセルズキ、ラジャーアウト。支援火力調整所が射撃任務を承認します。サービスナンバー、アルファアルファ1001、アプー、オーバー。偵察部隊が射撃艦に発射を要求します。セルズキ、ディスイズレコ、ファイアーオーバー。三段山一帯をご覧ください。艦砲射撃が開始されました。偵察部隊の軟弱修正により正確な火力が発揮され、敵を制圧しています。本日は特化部隊による火砲の射撃で模擬しています。終了後、重心の敵部隊に対して F2 戦闘機により航空火力が発揮されます。レーザージェイダムが間もなく弾着します。収集した情報に基づき敵が撃破されました。艦砲射撃により制圧した海岸に水陸機動団が水陸両用車、通称 AAV による海上機動とヘリによる空中機動により上陸します。広場をご覧ください。 AAV は水陸機動団の戦闘上陸大隊に装備されている航空タイプの戦闘車両で、車体の構成により海上自衛隊の輸送艦から直接発進し、上陸敵地まで自力で海上機動が可能です。 AAV 正体は40ミリ自動的弾銃および重機関銃による射撃で敵を制圧します。目標は赤の台です。赤の台、敵が飛んでます。赤の台。
車展開しました。残存する敵歩兵が下車隊員に対し射撃してきました。小銃及び機関銃により反撃します。発射発射
水陸機動団は引き続き戦闘し、即応機動連隊と連携し、造衛部隊主力の展開実績を確保しました。政権部隊に引き続き、機動師団主力を統合輸送により島嶼部に展開させ、統合による火力及び戦車などによる機動を発揮して、我が国に侵攻する敵を迅速に撃破します。監視に任ずるオート班が侵入してきました。上空、またはスクリーンをご覧ください。教育用の UAV、スカイレンジャーが情報を収集します。監視に瀕する部隊は相互に連携しつつ、右両線および右の台に監視位置を占領します。消防庁、こちらオート班、旗本さんおよび右の台前方視察中、これぞが一帯に車両を B 陣地らしきものを確認、また3台目に敵の装甲あり。こちら小隊長了解、正体は RCV の射撃により敵情を壊滅。87式偵察警戒車、通称 RCV が侵入してきました。左両線の RCV が敵の兆候があるオレンジの台に対して不意吸収射撃を行います。 RCV 班撃て。ここに当たってるか分からない。部隊による人前の障害処理援護射撃が始まりました。
車および FV が敵装甲車を撃破しました。施設正体の9人式地雷原処理車が地雷原処理用ロケットなど投射準備を開始しました。右の台および左の台奥の地雷原処理車が地雷原処理用ロケット弾を装填したランチャーを上昇させ投射します。地雷原処理用ロケット弾投射準備完了。投射します。こちら停車場です。地雷を爆破処理して戦車用通路を一挙に開設することができます。本日は実際の爆薬ブロックを4分の1に減らしたものを使用しています。戦車中隊長、こちら戦車隊投射成功。戦車用通路開設完了。こちら戦車中隊長、予定通り中隊は3階4階を攻撃する。特化の強制指定性を攻撃し、この際特攻隊将来も戦争を通過。敵は戦車中隊の攻撃を妨害するため無線に妨害を実施しました。右手をご覧ください。ニュースが展開しています。我の電子戦部隊は敵の妨害電波発射装置および指揮所の位置を標定して火力調整所に位置情報を伝達しました。火力調整所は特化火力を使用します。こちら特化、速射撃エール発動。初弾、弾着。我の無線に対する敵の妨害が排除されました。戦車中隊は引き続き攻撃を再開します。射撃目標を変更して射撃を行います。弾着が逐次転移していく様子をご覧ください。こちら特化、操作者処分、弾着5秒前。Thank you.
攻撃前進を妨害する。3、5、6のラインの敵を射撃します。今日の動画は